実は椎名くんにお願いしたいことがあって。お願い？そうなの、椎名くんにしか頼めないことなんだけど。僕にしかできないこと、これは男として頼られているのでは。やります。あ、でも女性の部屋に男一人って。いいから来て、椎名くんにしか頼めないことなんだから。はい。そういえばゆりさんの部屋に入るのは初めてだ。ちょっと緊張。お、それでお願いなんだけど。待ってました。力仕事でも虫退治はちょっと苦手だけどやりますよ。これを着てほしいの。え、蝶作りが趣味でサイズ感を見たいんだけど、ゆずちゃんは小さすぎるし、すみれちゃんとあやかさんは大きすぎるし、私のサイズに近い人は椎名くんしかいないじゃない。ゆりさんが着れば。何でもするって言ったわよね。はあ、お姉ちゃんにもよくこんなことさせられたな。不思議なことにぴったりです。最初から椎名くんのサイズで作ったもの。あの、サイズ感が分かったならもういいですか。まだよ、うん、今日はこの衣装全部着てね。全部？可愛いポーズもお願いね。可愛いね。いいよ、その表情。素敵。可愛いわ。可愛い。いいわ。しなくていいわよ。素敵。こっちもいいわ。はい。ダメ。私の見た目通りで。じゃあ最後にこれ。ああ、最初から椎名くんのサイズで作ったもの。あの、サイズ感が分かったならもういいですか。まだよ、うん、今日はこの衣装全部着てね。全部？可愛いポーズもお願いね。可愛いね。いいよ、その表情。素敵。実は椎名くんにお願いしたいことがあって。お願い？そうなの、椎名くんにしか頼めないことなんだけど。僕にしかできないこと、これは男として頼られているのでは。やります。あ、でも女性の部屋に男一人って。いいから来て、椎名くんにしか頼めないことなんだから。いいわ。かわいい。いいわ、椎名くん。いいわよ。素敵。こっちもいいわ。はい。ダメ。私の見た目通りで。じゃあ最後にこれ。ああ、無理ですよ。回り続ける。はい。そういえばゆりさんの部屋に入るのは初めてだ。ちょっと緊張。お、それでお願いなんだけど。待ってました。力仕事でも虫退治はちょっと苦手だけどやりますよ。これを着てほしいの。え、蝶作りが趣味でサイズ感を見たいんだけど、ゆずちゃんは小さすぎるし、すみれちゃんとあやかさんは大きすぎるし、私のサイズに近い人は椎名くんしかいないじゃない。ゆりさんが着れば。何でもするって言ったわよね。はあ、お姉ちゃんにもよくこんなことさせられたな。不思議なことにぴったりです。